ラディの夢が膨らむ、ドキドキワクワクゴシゴシゴシゴ。さて今日のジョークは100まで。はい、酔っぱいしてるじゃねえか、誘おうぜ。僕はもう寝なきゃ。何言ってんだ、夜はこれからじゃねえか。十分な睡眠を確保したいんだ。一発抜けばぐっすり眠れるぜ。冗談じゃない、性病にかかったらどうするんだよ。なんて堅物だ。あんた大リーガーでしょ。ねえ、ベッドの中でバット振ってみない？お前よくそんな食い物で持つな。タンパク質も野菜で十分取れるんだよ。これで33キロカロリーオーバーだな。はあ、もう一枚ステーキ持ってこい、レアでない。異常なし、異常なし、異常なし、完璧な健康体です。僕は健康には人一倍気を使っていますから。お酒はどのくらい飲みますか？全く飲みません。ほう、タバコは吸いますか？吸ったことありません。ギャンブルは？お金と時間の無駄です。女遊びなんかは？あれほど無駄なことはありませんよ。とするとあなたの趣味は？トレーニングです。先生、僕100歳まで生きられるのでしょうか？おそらく大丈夫でしょう。しかしあなた何が楽しくて100歳まで生きたいんですか？長く生きるより太く生きろっておじいちゃんも言うてたな。